キー・ヒバイスは、ドイツの画家、イラストレーターである。雑誌、ユーゲントの表紙へ、ケー・ニヒスベルクで生まれた。父親は、プロテスタントの神学者で、母親は、貴族家屋級の出身であった。両親は娘を画家にすることを望み、ケー・ニヒスベルクの版画家から絵を学ばせた。ここでは、東京で有名な画家になるケーテ・テコルビッツも学んだ。ベルリンに移り、カールシュタウファーベルンが教える。 女性のための絵画教室に入学し、知り合いだった、コルビッツやマリアスラボナ、リンダ・ケーゲルらと共に学び、生涯の友人となった。友人たちとミュンヘンに移り、ルートビヒ・ヘルテリヒに学んだ。ミュンヘンで、ビルヘルム・デュールや、フリッツ・フォン・ウーデの作品から影響を受けた。1888年に、ポーランド出身の画家、オルガ・ボズナンスカとアトリエを共有した。 ベルリンに戻り、ベルリン芸術家協会やベルリン女性画家連盟などの会員として活動した。ベルリン分離派の展覧会には、第2回の展覧会から出展し1900年から1913年の間に15回出展した。美術評論家のシェフラーやプレーン、アンナ・エル・プレーンに高く評価され、有力な画家マックス・リーバーマンから、ケーテ・コルビッツに次いで、 このような才能のある女性がかを知らないという批評を受けた。1907年にライプツヒで開かれた第一回ドイツ芸術家協会グラフィックアート展に参加した。1910年にベルリン分離派の会員になり、1914年からは自由分離派の展覧会に参加した。1918年に父親が亡くなり、第一次世界大戦でのドイツの敗戦。 急激なインフレーションで財産を失い、病気にもなり1923年に死去した。没後画家として忘れられ、多くの作品が失われ、その後、キール大学のプロジェクトで作品の発掘や評価が行われた。ありがとうございます。